ん？おはよう。おはよう、ユキトくん。朝ごはんできてるわよ。いつも簡単でごめんなさいね。未来の日本代表とも呼び声が高い天才少女、フィギュアスケーター如月瑞葉選手がこのホロロ市に帰ってきました。
麗だね。ロシアから帰国後は北里大中学校で学業に励みながら、かつてのホームリンクアイスリンクホロロで練習に取り組むということです。同じ学校？昨年度は不本意なシーズンとなった如月瑞葉選手ですが、心機一転頑張ってほしいですね。さて、次は本日の雪かき予報です。上空には発達した雪雲が広がっており、ホロロ市を中心に雪かき必須の降雪量となっています。雪かき指数はとても大変です。ああ、そうだわ。雪かきをしてくれたのね。ありがとう。学おめでとう、ゆずき。あの、これ、写真撮りたい。
次は一緒に。この子も入れて3人で撮りたい。もうちょっと中の雪だるまに寄ってみて。それでいい？お母さん。OK よ。撮るわね。かなりいい写真になったわね。ありがとう。まだ時間あるんじゃない？そっか、お兄ちゃんはしっかりしてるわね。助かるわ。ちゃんとお兄ちゃんの言うことを聞くのよ、ゆずき。うん、わかった、お母さん。じゃあ、よろしくね。行ってきます。
平気。うんがついてる。私は3回までだからね。
てくれたのね。だって今日始業式でしょ。ゆずきちゃんの入学式もあるし、そんな時に頼ったら悪いと思って。でも、まあそれもそうね。さすが我が息子ね。よろしく。ごめんね、結局手伝ってもらって。本当にありがとね。あ、じゃあコーヒーでも飲んでいく？特製サンドイッチもつけるわよ。新学年頑張って。あと、ゆずきちゃんに進学おめでとうって伝えておいて。っていうか、放課後連れてきて。制服姿を見たいの。それで遅刻してしまったというわけか。体育館の裏をうろちょろしているから何かと思ったじゃないか。まあこの雪だから遅刻は多めには見るがな。君と同じような生徒は他にもいるよ。クラスがわからないんだったな。まいったな。もうホームルームが始まっているからな。とにかく確認してくるから、そこの教室で待っていてくれ。
ペン貸して。レスリー、ローズ、デイズリー、ありがとう。これ。
これ何？カイロ？シェイク？待たせてすまなかった。二人とも初めましてだな。担任の上田だ。二人とも俺の受け持ちのクラスだ。雪のせいで到着が遅れてしまったと聞いているが、今日は特別積雪が多かったからな。だが今度からは余裕を持って登校するように。ディズリーも分かったか？え、そうなのか？そうか、
それは失礼。いや、ソーリー。まいったな。教頭先生からは日本語は通じるって聞いてたんだが。少しわかります。いっぱいだとわからない。まあとにかく気をつけるように。とりあえず教室に行こう。みんな二人のことを待っているぞ。クラスメートの自己紹介はついさっき終わったところだ。君たちには改めて自己紹介をしてもらうことになるが、いいか？じゃあちょっとここで待っててくれ。納得。
それじゃあ二人とも教室に入ってくれ。納得。うん？さっき説明した通り、ビズリーはまだカナダから日本にやってきたばかりだ。こちらに来てまだ日が浅いので、日本語は上手には話せないそうだが、うまくやっていってくれ。それじゃ、二人には今から自己紹介をしてもらおう。それじゃあ、ニーミから。え？お前が英語かよ！じゃあ次にディズリー。 Hello everyone, I'm Besley Rose ディズリー。 I'm from Alberta, Canada. Please call me Besley。日本語勉強中です。皆さんよろしくお願いします。新見の席はそこ、窓側の一列隣だ。ディズリーは一番窓側の席に座りなさい。私はあっち。はじめまして、お隣さんだね。私、ナシロモミジって言います。うん、よろしくね。自己紹介、面白かったよ。
りくんのお知り合いなの？仲良さそうにしてたけど。そうなんだ。なんだか運命の出会いっぽいね。しかも日本に不慣れな外国の綺麗な女の子でしょ。ますます運命っぽくない？ああ、そっか。日本語どれくらい通じるのかな。私たちが英語を聞くときと同じだよね。英語難しいもん。でもどうしてニーミ君が気にするの？ベスリーとはさっき会ったばっかりなんでしょ？優しいんだね。いきなり遅刻って聞いてたから怖い人なのかなってちょっと不安だったんだ。その話興味あるな。また後でお話ししよう。その時はベスリーも一緒にだね。それでどうしていきなり遅刻しちゃったの？気になるよね。体育の先生に見つかって不良に間違えられたんだって。不良それはアウトロー。アウトロー？あ？何それ？妹さんがいるんだ。いいな。私は一人っ子だから兄弟がいるって羨ましいな。兄弟がいればいつでも寂しくないでしょ？いくつ離れてるの？そっか、それは。ご入学おめでとうございます。妹さんのお名前はなんていうの？
私を見られても。妹、納得。レスリーは兄弟はいないの？私は一人。じゃあ私と同じだね。話の続き聞かせて。そうだっけ、ベスリー移動教室だって。移動教室？ねムービングクラスルーム。ムービング、ここ動く？早い？メスリー面白い。じゃあなんて言うの？あ、それちょっとかっこいいね。それどういうこと？でもそれって新見くんも同じだよね。あとおせっかい。いい意味でね。
え、ベスリー。ベスリーにとって日本ってどんな印象？印象？日本のインプレッション、やっぱり侍とかかな。こうニンニンって。わからない。この国は知らない国。家がウサギ小屋とか、ラビットハウス。ウサギ小屋、納得。やっぱりカナダと比べると全然違うんじゃないかな。それはわからない。でもウサギは出られない。ベスリー、ウサギはウサギ小屋から出られない。どうしたの？誰？水ねえ。意外だな、そういうところはあるんだね。キサラギ先輩って有名人でしょ。今朝のニュースでも紹介されてたし、何より美人さんだし、クラスの男の子も何人か3年生の教室まで見に行ったらしいよ。うわー気になる。そのお話明日聞かせてね。私もベスリーと一緒に帰ろうっとね。えベス、おい、いない。久しぶり。
もう中学生だものね。久しぶりね、新見くん。元気にしてた？何よりだわ。積もる話もあるけど、ごめんなさい。今日はリンクに行かなくちゃいけないの。また今度。さようなら。あんまりお話できなくて残念だったね。しょうがないわよね。如月さんは有名人なんだし。君も如月さんのファン？じゃあいいこと教えてあげる。明日アイスリンクホロロで公開練習だって。如月さんの演技生で見られるいい機会だよ。楽しんでおいで。冷たいね。おてて、キュッてしてあげる。ぎゅー。あったかくなってきた？もう、そんな顔しないの。帰ってくるから。だからその時は。
ゆずきちゃんのお友達、葵ひなた、よろしく。ゆずきちゃん、今先生に頼まれた用事をしてるんだ。もうすぐしたら来るみたいだから安心して。うん、そう、ライム登録速攻したから。なあ、先輩もしとく？ライムやってるよね。じゃあフリフリで友達登録しよう。私これ好きなんだ。着信も無事完了だ。ごめんなさい、遅くなっちゃって。聞いていた情報をもとに顔見てすぐ分かったよ。ゆずきちゃんのお兄さんだって。優しくていい人。こう見えても人を見る目はあるつもりなんだ。実際ちゃんと会ってたしさ。同じクラスのひなたちゃん、一緒に帰ろうって誘ってくれて。すっごくびっくりした。キャ
すっごい可愛かったよ。こんな風に。はあ、ちょっとひなたちゃん、こんなところで恥ずかしいよ。ノープログラム、ノープログラム。ノープロブレム、ノープロブレム。あのね、ひなたちゃんが話しかけてきてくれたおかげで他のクラスの人たちとも話しやすくなったの。うん、私友達一号、ゆずきちゃんの中学生活で最初の友達。うん、ひなたちゃんが最初の友達。見比べた？似合いや、大事だよ見た目は。気になるきっかけになるんだもん。事実、先輩は私のおっぱいに興味を持った。もしぺったんこだったらスルーされてたに違いない。頑張らなきゃ興味持ってもらえない。私のおっぱいって。あのひなたちゃん、私でよければ。ゆずきちゃんの優しさが胸にしみるぜ。ちゃんと一緒に帰る予定だけど。ああ、ってことは先輩も一緒に帰るってことか。先輩の行きつけ？
と悪いこともするんだ。そんな風に見えないのに。下校中の寄り道と買い食い、その合わせ技じゃん。校則って破るためにあるって本当なんだ。ちゃん、ここはね。あら、いらっしゃい。マリアさん、こんにちは。ゆずきちゃん、よく来てくれたわね。嬉しいわ。それが新しい制服なのね。すごく似合ってるわ。ありがとうございます。でもまだ慣れてなくてちょっと恥ずかしいです。恥ずかしがることなんてないわよ。すっごい可愛いから。ありがとうございます。本当によく似合っているわ。こんなに可愛いなんて。写真撮ろうかしらね。え、一緒にいい？ここがゆずきちゃんの家？お邪魔してます。そんなに確認しなくても、正真正銘この子の母よ。あなた正直者ね。あなたも可愛いわよ。いやー、可愛いなんてよく言われます。はじめまして、青井ひなとです。今日ゆずきちゃんと同じクラスになりました。ご丁寧に。日崎マリアよ。ゆずきちゃん、もう友達できたのね。よかったわね。はい。はい。すみません、お母さん、お名前をもう一度お願いします。日崎マリアよ。日崎、なんかおかしくね。うん、タイミングがなくて。どういうこと？ゆずきちゃんはね、私の娘じゃないの。私はユキとの父親と離婚して、ユズキちゃんはその父親の再婚相手の娘さんよ。したの？え？だって気になったから、さらっと言ってたから、さらっと聞いちゃっていいかなって。離婚したのはね、音楽がやりたかったからよ。
ね。バイオリニストなの。道内ではすごく有名な人なんだよ。バイオリン、すごいかっこいい。あら、本当？嬉しいわ。じゃあ夢を追うために離婚したんだ。そう言うとかっこよく聞こえるわね。ただ結婚とバイオリンを両立できなかっただけよ。でもコンサートとかバリバリやってるんでしょ。気ままにね。公演もあるし、あとは講師をやったりもするわ。その上この喫茶店もやってるの。このお店はおばあちゃんのお店なの。私は練習の合間にたまに手伝っているだけよ。練習って一日どのぐらい？8時間ぐらいかしら。長っ！練習してたらご飯作るのも忘れちゃったりね。たくさん迷惑かけちゃったわ。いやいや、でもそんなに一つのことに打ち込めるなんてやっぱかっこいい。よく言えばね。でも自分のやりたいことのために家庭を。他人は好きかって言うもんだよ。っていうか子供は捨ててないじゃん。先輩とはこうして会ってるんだし。それに家庭だって先輩のお父さんは再婚して幸せになってるんでしょ。誰も不幸になってない。だったら結果オーライじゃん。ありがとう、葵さん。先輩のお母さん本当にかっこいいと思うんだ。やっぱ夢は大切なもんっしょ。ひなたちゃん、なんでも好きなもの頼んで。今日は私がおごっちゃうから。じゃあクリームソーダ、アイスダブルね。ゆきと、お願い。あと、特製ピザトーストも食べてみたい。ゆきと。ありがとう。じゃあ、できるの待ってる間に。私もおりゃあ、ひなたちゃん。
本当に良かったわね。小学校が別だから心配してたけど、大丈夫みたいね。制服に身を包んでいる時にできる友達は大切よ。人生の中で一番多感な思春期を共に過ごすんだから、一生の宝物を手に入れるのと同じね。人事じゃないのよ。ユキとはちょっと考え方が早熟なところがあるけど、まだまだ子供なのよ。思春期真っ只中なの。自分にもっと素直に行動して青春を楽しみなさい。出会う人だけじゃなく、経験したことも立派な宝物になるわ。何年経っても色褪せることはないの。心の中で鮮やかに、いつまでも芽吹き続けるわ。そう、それならいいんだけどね。いただきます。ありがとう。でも、その、私に付きっきり。去年も毎日、私を迎えに来てくれてた。だから、部活とか。でも、マリアさんは青春してほしいって。
友達いっぱいいたら楽しそうだなって思う。でも私お話しするの得意じゃないから。緊張した。今日もそばにいてくれてよかった。1年経ったんだ。おかしくて呼べないよ。部活か。